どうも、エルザです。それでは、ペーパーマリオ折り紙キングやっていきたいと思います。今回は、プリンセスピーチ号ですね。こちらの方やっていきたいと思います。さて、ここに何があるのかっていうことなんだよね。やっぱりひどいアイル様だ。兄貴、この船は見ての通り、かなり訳ありっす。あー、テレサ出そうだね。その理由はまた今度お話しします。わけありね。またやばいことが起きる前にあの直通エレベーターでビップルームへ急ぐっす。そんな簡単に行けるかな。でもわけありなんだね。わけありなんだけどどうしても来てほしかったってことだよね。プリンセスピーチゴース思い出すな。楽しかったあのクルージング。眩しい日差し、どこまでも続く水平線、潮風の匂い、そして大切な仲間たち。あ、すいません、思い出に浸ってる場合じゃないっすね。こうしている間にもオリビアさんが苦しんでるんだ。兄貴行きましょう。うおお、びっくりするわ。もしかしてボムヘイ君、もともと船員？なんかそんな感じがするな。なんかそんな匂いがしますな。やけに詳しいっていうのが気になるもんね。いやーにしてもマジびっくりしたわー。ムーチョ、お前ら、なんてことをしてくれてんねん。ほんとにね。ナイスー。これで爆発したら最高なんだけどね。ん？うん、まだ。で、仲間を呼ぶと。さあ、あら？あれ？どう考えてもそうだよね。まあ揃えるだけ揃えてっていう感じにしとくか。一つ空いてるからね。あら、そのムーチョは元気なのね。あら、惜しい。いた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 。まあ、ハンマーだよね。ドーン。さあ、これで撃破。ラストウェーブ。そっか、オリビアがいないから、あれか。どうしようもできないのか。神の手っていうか、神の力使えないんだね。さて、これで。そっちはどうしようかな。普通のハンマーじゃ微妙だからね。立ってたもんな。さ
さあキラハンマー26。さあ神月柱して結構隠れてそうだね、今の感じだとね。絶対いけないでしょだよね。あれ、エレベーター動いてない。まあそりゃそうだよ。あ、もしかしてこれ電気で動いてるんじゃ。その通りです。そういや部屋も真っ暗だし、これは電気が止まってるかもしれないっす。でも船の電気ってどっから来てるんですか？兄貴わかります？まあ下の方だろうね、あるとしたらね。さあキノピオ、よれよれ、ギャーいやー、びっくりしたっす。いきなりギャーとかやめてほしいっす。あれ、このキノピオ、多分この船の乗組員っす。あ、キノピオが乗組員なんだ。そっか、恐ろしさのあまり叫んだまま気絶したのか。まあ、それはそうと。よっぽど恐ろしかった。そんなに、やばいことあったの？調べる。オーシャンビューランチ、ブルーシンフォニー。横文字多いな。おー。全く、綺麗な感じはしないね。ここもひどいありさます。すぐ目の前に海が見える。おしゃれでいい感じのラウンジだったの。あ、やっぱ乗ってたんだねってことはね。お、よし。さあ、キノピオさん。何者かが正面の窓をどんどん叩いて怖かったよ。ホラーじゃん。これ多分クッション いけんでね、と思ったらいけないか。もう一回。あ、ほい。いやー、倒せるまではまだ強くなってないか。コード、こう。あ、違う？まあまあまあ、そうか。それ、ダメか。そしたら、あ、キラーハンマーで。ああ、キラハンマーでも一緒ね。じゃあパワーブロック、おお、届くのね。さあ動けない。さて、キラーアイアンでとどめさせれるかな。ま、せっかくだしね、アイテムもガンガン使っていかないとね。こう。こうだとは思うね。あー、はいはい。そういうことか。こうだね。キラーアイアンでまず仕留めて。いや、オリビアの全体攻撃は、やっぱあるとあるでありがたいね。
ベーグ戦がほんと楽になるわ。早く助けたいね。よし、1000コインゲッチュー。こうか、いや、何者かが割ってって言ってるから、あ、倒れたね。割るかい。お、出ちゃった。関係者以外立ち入り禁止。絶対左側出るよね。閉じた。ここはそうか、あの時兄貴、俺たちボム兵って何なんすかね。ん、どういうこと。俺たちの人生なんて実に儚いものんす。だからこそどう生きたかが大事だなって思うんす。まあこんなこと、体張って折り紙兵と戦ってる兄貴なら分かってますよね。まあね、一発爆発したらもう終わりだからね。急に自分語っちゃってすいません。さあ行きましょう。そうだね、ボム兵ね。確かに一回きりだからね。そんな切ないこと言うな。さあじゃあ入りましょう。多分ここが電気を通す何かがあるはず。嫌なのいたな。キラキラハンマーゲット。この下が動力室かな、機関室だね。先制攻撃できないのか。2回か。うん、OK だね。そしたら追い投げハンマー1回使ってみたいんだよね。投げてみよう。そういうこと。あ、すげえな。あれ、タイミングむずいね。まあ上に投げただけなんだろうけど。よしよし、無駄にならなかった。よしよし。でまず上だね。いや、兄貴今なんか踏んだっす。見事に踏みましたね。もう生首みたいな感じだもんな。ああ、乗組員か。ちょっとびっくりしたっす。気を失ってます。よっぽどショックだったんですね。ダメか。さあこっちは、お、ピーチだ。兄貴どうした。兄貴、兄貴助けてくれたっす。まさか。おお、戻ってきたね。でこれはぐるーっと回して、問題はね、ガボンがどんくらいかだよね。一撃ではない。それが辛いんだよな。お、ナイスボム兵。さあ敵のアクションはもう仕方がないとして、ジャンプでいこう。
トーン、トーン、トーン。さあ、クリア。結構出てくるね、敵はね。めちゃくちゃピーチの写真あるな。お、スター。でかい船の操縦とか男なら一度憧れっす。まあ、確かにね。電源入ってないけど。お、割れた。調べる。レバー。争奪戦にあったレバー何に使うんだろう。レバー何のレバーっすか。こんな厳重にしまってあるなんてよっぽど大事なものなんですかね。電源マークあるね。ってことはこっち先でよかったんだ。下行ってなんかねえ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 言っててこっち来るみたいなね。あかね、ダメか、つっかえてるんだね。じゃあ下行こう。失礼。普通に踏んでいくっていうね。なんか武器見たね。回復か。よしよしよし。よしよしよし。よしよし。よっ。どこだどこだ。壁塗って、そのまま、あ、落ちた。ちょっと、おお、これだけか。あ当たるんだあれ。まあこんなもんかな。まずハンマーで、あー君たちはさあね、キラハンマーまあでまずいけるかな。よし、一発キラハンマー壊れちゃった。でポイ投げ、さあ、エクセレン。さあ、ラストウェーブ。いやー、キラハンマーがないんだよね。尻尾使ってみますか。おお、懐かしい。20ダメ。20ダメか。そりゃいい。まあハンマーの方が強いんだけどね。最後はジャンプでいけそうだね。2回。ほい。じゃ、ジャンプ。ハンマーあったかな？キラハンマー買ってた気がするから、ちょっと入れ替えようかね。あ、しかも全員倒しきれてない。武器。キラハンマー。キラキラハンマーか。はあ。お。あいつは何なんだ？恐ろしい、恐ろしい、恐ろしい。あいつは何なんだ？そんな恐ろしいやつ出るの？機関室。
さあ、まっすぐ抜けて。お、なんかそれっぽいところ来たね。じゃん。さあ、セーブ完了。やたら回復があるね。これ、なんだか怪しいっすね。このでかい機械だけ念入りにスカスカにされてるみたいな。あれ、待てよ。ということは、まだこの近くにいるんだね。やっぱり出たな、折り紙兵。上から来るなんて脅しやがって。お返しね、お前らなんでくしゃくしゃに折りたたんでやる。この兄貴がな。まあ、畳まれてる状態なんだけどね。嫌だねー。雲は嫌だねー。多分だよね。これさ、こうだとダメなんだ。はぁ。20ダメ、ダメか。あー、マジか。まあ、次でやれそうな雰囲気はあるけど。いや、雲きちいな。お、いいね。どんな攻撃？あ、後ろか。まさか後ろ取るとは思いもしなかったな。まずこっちだね。で、アイアンブーツでとりあえず踏んどこう。ライフ高いな。一回ジャンプだね。もう一ウェーブあるんだよね。ガサこそ。さあ、ラストウェーブ。ん？どういうこと？え？え？どういうことだ？わかんねえ。多分揃うんだろうけど。あ、動揺が。完全に動揺が。さて。さあ、削るだけ削られた感じだね。
いやー苦手やなー、相変わらずねーパズルはね。さてアイアンブーツで踏みますか。さあボム兵ちゃんなかなか当てれないからね。さジャンプで終わりとしますか。まなんとかクリア。さあコインも大量にゲッチュしてどうせ動くと思うんで、いけねー。まあじゃあ動かしますか。これなんだろう、穴が開いているっす。さあ、これをレバーをつけますか。おお、あのレバーがぴったりフィットで終わり。いやいやいや、ちゃんと回すんだよ。さあエンジン稼働。おお電気がついた。さすがにしびれるっす。あ電気とかけてるんですか。ますますやるな。君が言ったんだけどね。これでエレベーターも動くはずっす。エントランスホールに戻りますか。そうだね。そこい、おお、あれこの揺れまさか。兄貴、やばいかも。ビップルーム急ぐっす。大事なもの取ったら早いとここの船からおさらばしましょうぜ。へえ、そんな危険なの。降りれない。どうやって、あ、行けた。待って、おさらばしましょうぜって焦って言うぐらいだもんね。君、助けとかないとね。マリオさん大変です。緊急事態が発生しました。私はずっとここにいたので詳細はわからないんですが、とにかく緊急事態みたいですだろうね。これ取って回収してよし戻ろう。あここもあったんだね壁ね。あ 100% ではない、まだ。ほうまだまだやることあるんだね。いやーとにかく何が出てくるんだろう。ん？やばそう。すごいなんかオタマジャクシみたいな感じ。いやーこの黒いのはいよいよやばいっす。兄貴早く。え？どういうこと？どういうこと？あ、黒くなってる。登る。隅、あ、タコかイカ、タコだな。タコだね。急げ急げダッシュダッシュ。そして回復。あれこっちじゃない。上がって右側の部屋かな。君起きないと、気絶してる場合じゃないよ。開かないね。エンジンかかったからなんか動かせれるかな。いやそういうわけでもない。おおーコーヒーが出てきた。美味しいピーチティーが入りました。ズズズズズ125全回復やね。じゃなくてそうじゃなくて、そしたらどうやって戻るんだろう。
もう行けるところが今の、多分左側し、いや、ここ通れるか。ぴょんってね。よしよしよし。戻ってきた。よしよし、電気が来てるっす。早くエレベーターへ。早く乗ろう、早く乗ろう。ポチッとな。いやー、見てるねー。いやー、イカかなマリオで言ったらね。まずい、もう近くにいるのか。そこのドアがビップルームです。早く。キラキラエアンブーツ。しかも、ジャンプがほとんどできなくなるっていうかね。まあ、ビップルーム行きましょう。兄貴、あの黄色い箱っす。これは出てこない。その前にね、探索できれば探索しておいて、なんで回復があるかな？それが一番嫌だな。セキュリティボックスに入れてロックしておいたんす。暗証ボックス。あ、ってことは、ここ、君の部屋なの？てか、ビップ待遇なの？やばいやばいやばい。急がないと急がないと。うえぇー。あ、何すんだいや、ほんとだよ。やばいやばい。兄貴、大事なものが奪われちまった。あいつは多分選手の看板、あ、看板追いかけましょう。じゃあ戻る感じだね。いや、ほんと何すんだだよ。いや、足場が。足場が。こっちは開かない。あ、引っ張ってどうにかなるの？窓からいきなり黒い液体が入ってきたんです。洗いたい、洗いたい。でも水に濡れるのは嫌だー。うん、わがままやね。で、2階で行ける。2階で行けるか。こうか。よし。26だな、一発だね。よしよし。で、キラっぽい。キラブーツでいこう。24ダメで倒せるね。よしよし。装備を、稲毛ハンマーつけといて。めっちゃ叩かれてるなあ。戻ってきた。それでダメだったわけか。さあ、一周してセーブだね。セーブ、ほい。あー、やっぱ月相か。あいつは俺たちが束になってもかなわなかった手強いやつっす。ここは兄貴に託します。オリビアさんのためにも頼んだっす。え、頼んだっす。え、どういうこと。イエーイ。お、ほい。ほい。こういうバトルもあるわけね。
コイン大量ゲットー、ボーナスチャレンジみたいになってるね。あ、足場取られたな。さてどう来る。おお素晴らしい。あー届かない、惜しいな。コインゲット、ほい。さあ本体のお出まし。お、まさかの、はい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 、いてー。あ、こういうボス戦もあるのか、面白いね。お、いてー。よしよしよし、避けてよ、避けて避けてたね。おう、よし、あと1回かな。ゴム兵が束になってもやられるってなかなかよね。ぴょんのぴょん、あと1回か2回かな。だいぶあのハリボテが、よし決まった。あ、大量のキノピオが、いやー白い髪がね。あー兄貴、さすが兄貴、絶対にあいつを倒してくれるって信じてた。まあセキュリティボックスを無事ですね。それじゃ暗証番号を、おっと、ボム兵は大事なものの箱をゲットす。これでオリビアさんを助けられますよ。なんだろう。マリオさん、ありがとうございました。プリンセスピーチ号の船長です。ボス月曹の体の中と暗くて怖かったけど、泣きませんでしたよ。えへん。えらいね。乗船していたお客様には、先にボートで逃げてもらいました。お客様第一ですから。乗組員もお客さんもみんな助かってよかった。これも兄貴のおかげですね。さあ、俺たちは風渡りの谷へ行って、オリビアさんを助けましょう。さあ、キノピオは全救出と。いやいやいや、ありがとうございます。こちらもありがとうございます。とりあえず取るだけ取っといて、あとは出るだけという感じだね。はい。ということで、今回ここまでにしましょうかね。まあ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 、なんだかんだ、ボム兵のおかげで、オリビアさんを助けれそうな感じ。まあ、あの赤い箱が何なのかちょっと気になるけど、まあ、とりあえずここまで、とりあえずボス戦も制覇したんでよかったなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。